レディオスマイル、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 ワン、ツー、スリー、フォー。宮野守のレディオスマイル。宮野守のレディオスマイル。皆さんこんばんは、宮野守です。さあ今週も始まりました、宮野守のレディオスマイル。今日はですね、素敵なゲストの方が遊びに来てくれています。まあゲストと言いますか、この番組の準レギュラーと言いますかこの方です。どうぞ。どうも、準レギュラーの春代の恵美です。来週10月21日デビュー25周年記念第2弾マキシシングル、サンハーラ聖なる力を宣伝しに参りました、準レギュラーの林原恵美です。ここ大事、ここ大事。もう大事なこと終わりました。もういきなり番宣番宣です。終わりました。どうもありがとうございました。いつの間にか準レギュラーに。何ですかその準レギュラー、いつついたんですかそれは。どうやら、うん、うちの番組異例の速さでのこのゲストにということで。そうなの、今年林原めぐみさん動くって決めたもんだから。そうですね、動くたんびにここ来てるからね。そうですね悪いね、ほんとちょいちょい、まあ、2回目っていうことだと思ったんですが、うん、あの誕生日のメッセージ、あ、まあ、心のこもった誕その時も番宣だったかな、ね、登場していただいているので、まあ、2.2 回ということになって、あ、まあ、それはもう準レギュラーだろうということで、ありがたい、はい、うん、いただきました。よろしくお願いします。まあ、前回は、うん、その第1弾ですね、デビュー25周年企画、うん、林原めぐみ動き出しました、はい、第1弾初期ベストアルバムタイムカプセルの発売で来てくれましたが、うん、そうです、はい、今回は第2弾ということですね、はいはい、後ほどまた宮野君にもジャケット見てもらったりとか、いろんな話を聞き出してもらったりとか、楽しみだ、聞き出しますよ、なんだってパーソナリティですからね期待してますよお兄ちゃんお兄ちゃん、まあでも本当にサンハーラの話を今日はもうドドドドッと聞きたいなと思っております。ありがとうございます。でもですね、ゲストに来ていただくということで、うん、めぐさんへのメールも募集したので届いておりますよ。嬉しいな。なのでアシスタントのね林原さんにそう、アシスタント準レギュラーからアシスタントで、それなんとなく降格したんだけどさ、気のせいかなね、もう呼んでもらいたいなって何でもやりますよ思っておりますので、うん、楽しみにしていてください、はい、それでは今週も行ってみましょう。宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りします。さあ今週はこの方が遊びに来てくれています。改めましてこんばんは、アシスタントの林原めぐみです急に急になっちゃった、今日宣伝に来たはずなのに。アシスタント何でもやるよ。アシスタントの仕事いろいろあるんですよ、うん、あるんですか。林原めぐみさんの、ええ、10月21日に出るマキシシングルのね、はい、サンハーラのプロモーションをね、うん、ぜひね、お手伝いいただきたいなと思うんですけ ど、 大丈夫、私は一体誰なんだ、大丈夫大丈夫だと思う情報ちゃんと入ってる、入ってます、ここに書類がございます。赤線引いてたけどさっき、そうなの、なんかね、サザンアイズっていう作品が、はい、もうこれ何年前だろう、何年前っていうのは、うん、最初の連載が始まったのがもういつだろうっていう感じなんだけど、で読んだらもう取り込まれてしまって、うん、で CD ドラマが、になって、はい、なったのね。で、その後 OVA が出たりとかして、はい、で、実際アニメーションになったのは何本かしかないのね、OVA の。うん、だけど、まあ、原作の力がものすごい強くて、40巻かな、全部。もう、読み続けてた私もそこそこな年齢になって40巻を読んだぐらいな、長い連載だったんだけど、号泣みたいな、すっごい力のある。で、それがまたこの度、復活して、情報読みますね。アシスタントが。現在、ウェブ漫画雑誌、ヤングマガジン、海賊版上において、続編となる、幻獣の森の遭難者が、大好評連載中のサザンアイズでございます。連載中中なの、ウェブマガジンで。それでも原作、始まっちゃった、始まっちゃったの。私、再起動と、時を同じくして。時を同じくして始まった。運命ですね。呼び合っちゃいましてね。だってここにほら、書いてありました。はい、書いてあります。87年ですって。そう、87年。スタート当時。そうなんだよ。僕83年生まれなんで。お前が4つの時かいちょっとアシスタント交代すべきじゃないね。立場的に年齢的に。あ、ごめん、あなたの番組だった。ごめんごめん、冠だった。すまん。すごい、すごい。歴史があるし、うん、愛されてるしってことですよね。そうそう、作品自体がね。始まってっていう。で、またそれも大好評なんですよ。今も。自体が。で、やっぱりさ、今物が売れない物が売れないとかって言ってるけど、購買意欲層がめっちゃあった時代の人たちが、うんうんうん、
もうなんだろう、雑誌も読むわ、原作も買うわ、さらにそれのなんとか版も出たならそれも買うわ、うん、みたいな時代の人たちが、うわ、そいつまたやっとみたいな、ぐわー食いついちゃってるみたいな。大人買いできちゃう人たち。大人買いできちゃう人たち。ところがいいですな、これもほら、聞いていただくのは、サザン知らない人にも聞いてもらいたいので、一応このシングルの中に、無料でね、当時のドラマ CD が聴けるシリアルナンバー入れてあるという優しさ。補填されてる。うん、補填補填。あ、じゃあ聞けるんですよ、無料で。そう、無料で聞ける。期間限定だけど。なるほど。あ、じゃあ急いだ方がいいですね。いや、そんなに急がなくても大丈夫。4月ぐらいまでやってるかな。ほんと。うん。なので、はい。まあ、これ、すみません、シングル CD 買っていただかないとね、あれなんですけど、中に封入されてるので。なるほど、情報が入ってるので。うん、聞けるぞという、そんな感じ。だから優しい作りになってる。知らない人にもね。僕もね、うん、聞かせていただきまして。あら、まあ、聞きたいわ、感想を。いや、もうなんかね、うん、楽曲のやっぱりこう、かっこよさがまず、ドカーンって、突き刺さるなって、思って、ね。で、それこそその、あの楽器って、シュタールとかですか？なんか、いろいろ使ってあるんだ。うんうんうん、その民族的な、音の使い方も、世界観をやっぱり象徴してるのかな。それがなんか引き込まれるんですよね、その音色に。で、メグさんの歌声が力強いんだけど、なんかね、僕ね、なんかセクシーだなって。ほんと？思った。セクシーどっち？あ、いや、サンハラ。サンハラ。色っぽい箇所が、セって出てくるんですよ。あららららら。そこが素敵だなって。うん。多分あれだね、その、サザンの中でサンジアンのテーマとしてサンハラは作ってるんだけど、はい、すっごい嬉しい。最後のね、38巻ぐらいでね、その強くて強いサンジアンがヤクモに告白するシーンがあるのね。そこ結構モチーフにしてるんだよね。うん、で、それと最後の戦いに挑むっていう最後の最後の40巻の部分と混ぜ込んでて、うん、で、2曲目に入っているのが、目がこう、閉じている方のパイちゃんなんだけど、うん、パイちゃんは実はそんな絶対的に強いサンジアンのちょっと弱いところを知ってたよっていう、そういう作りになってたりとかするから。歌声も違いますもんね、その1曲目と2曲目だとね。あ、そうかも。かなりセクシーなね、シーンがあるの。あ、そうなの？その30何巻に。さすがですね、宮野さん。すごい嬉しい。でも2、うん、2曲目は確かに、その、うん、どちらかというと、その、はつらつな感じとか、うん、その、素直な感じみたいなもの、うんうん、ピュアな感じみたいなものを感じて、うん、でもね、サンハーラは、その、色気をね、僕はね、スッと感じる色気が素敵だなぁ。ありがたい。聞かせて。そんなこともそろそろってこの、いくつだって話ですけど、出せるようになってまいりました。いや、もう、ムンムン出てますよ。ムンムン、やったー！ムンムン出てます。だって、これちょっと、あ、そうだね。僕、その、いい？まだ、はい、どうぞ。本ちゃんをもらってなかったんですけど。ね、実は、うちのね、私のやってる番組の方に、はい、マムちゃんが遊びに来てくれた時に、ちょうどこれの写真選びをしてて、はい、どっちがいいかな、こっち、じゃあそっちしようかみたいな、そんなことまで。僕なん、選んでるんですよ、だから。サンハラに関しては、僕関係者なんで、多分スペシャルサンクスに名前が入ってないかな。入ってない。まあ僕もでも選ばせてもらったんですけど、うん、すごいですね、このジャケット。すごいでしょ？まだ美大生なんだよ、この子。すごい。私の額にですね、サンジアンとなるべく、もう一つの第三の目を描いてくれてるんですけど。愛を持って言わせてもらいますが、うん、キモいですね。ありがとうございます。これドキッとします。怖いわ。ネット上で吐きそうって書いてある。びっくりした。そんな褒められ方したことないけど。でもこれはよくできてる。でもなんかね、ママもそうだけど、うん、なんかさ、パッケージの中にびっくりさせたいとかさ、うんうん、ね、見たことないものを見せてあげたいとかさ、うん、こういう僕今まで知らなかったでしょとか、うん、なんか仕掛けたいってあるじゃん。あります、ね。これはやられたって思いますよね。嬉しい。うん。そしてペロリンチョ。出た。前もあなた、来た時にゲラゲラ笑いながら。これそうよ、選んだやつ、選んだよ、これはまだ言えない。これはすごい、すごい、ここそここれ見てほしいですね。見てほしいね。それでそこまた、バンって、前回は、バンを取ったところに、うん、びっくりした仕掛けをさせていただきましたけど、はいはい、この度は1ページ目ありますが、バンを取ったところにもちょっとあります。そんなにびっくりではないなりに、私今回、サザン、どういう声出したの？これはいいですね。サザンのその、サンジアンを着るっていうことがテーマなので、うん、サンジアンを着ております。なるほど。なので背中に、
チャックがある。チャックが。チャックがあるんですけど、そのチャック、はい、通常 YKK かなとか、いろんなメーカーさんございますけど、そこどうなってるか注目していただきたい。よく見るとみたいなね。見ないだね。こともあるよ。これは芸が細かいな。ほんとすごいですね。でも楽しい撮影でしたよ。ボディペインティングをね、うん、ずっとやっている彼女が、どんなに、こう、息ずっと飲んでなきゃいけないのかなとか、止めてなきゃいけないのかなと思ったけど。そうだね。まあ、楽しい、楽しい、書きやすいとか言っていながら。天才的なんですか？ちょっとね、だいぶ。だいぶアーティスティックな、ね、こう、なんかこう、スタジオにちょっと、活かした曲が流れてくる、この曲好きなんですよねとか言いながら書いてくれて。それで集中してるってことですよね。そうそれで、私のこの第三の目がバーって出来上がった時の彼女、うん、こんにちはって。かわいいと思って。すごい、自分のこの作品と対話できるんですね。たまに私の目とかも見ながら、うん、すっごい見つめてくるの、私の目も。なんとなく私の目をちゃんとモチーフにして、なるほどね。知ってくれてるので、もちろんね、サザンのね、サンジアンの目もちゃんと原作見ながら、うん、私の目とこうマッシュしながら書いてくれてるんだけど、うん、見つめられた時の、どう見返したものやら、みたいな。だから吸い込まれそうなね、なんかね。そういう超光ちゃんって、ぜひ皆さん検索してみてください。すごいですね、作品集も、発売になります。ちょうど10月に出るっていうし、いろいろ重なって嬉しいです。ぜひ皆さん、この、吐きそうとも言われ、さっきマモちゃんも言ってくれましたけど、ここ愛じゃなくて何て言いましたキモい。キモい。キモい。愛を持って。愛を持ってキモい。でもこのサザンアイズプロジェクトをね、指導して、これが本当に盛り上がってるので、うん、ぜひ皆さんね、これお手元にね、置いていただいて聞いてほしいななんて思うのです。セクシーですよ。あー、そうかね。やっぱ感じた。歌い出しも僕セクシーだってやっぱ感じる。でもそのサビのアタックの強さが、やっぱその力強さがあって、気持ちいいなって思うんですよね、聞いてて。なんか、林原武士っていう感じは自分も、我ながらするんですけど、まあそんなところも汲み取っていただきつつ、まあ原作自体が40巻あるものなのでね、愛されてる作品の底力みたいなものってきっとずっと永遠なんだろうよね。だからまたパイちゃんやなんだろうサンジアにまた会えたっていう感じで、私自身もすごい嬉しいですね、このシングル。うん、俺読もう。読む？読んじゃって読んじゃって。40巻。でもね、あれなんだよ、3曲目に入ってるのは、ざっくり17年前の私なんだよね。そこがタイムカプセルと繋がってるんだけど。なるほど、ね。第2弾っていうことで。第2弾でね。うん。で、役も役の辻谷さんとのデュエットもその当時のもの。辻谷さん、セイプシー。さんの。これも聞いてほしい。ステイという曲あるんですけど、うんうん、すごいんですよ、この二人。いい声って時に暴力よね。本当に。男どれでもドキドキしちゃったもん。で、サビでちょっとハモるじゃない、ね、そこがまたね、いいんだよね。ぜひ、たっぷりね、聞いてください。はい、ということで、うん、じゃあ、リスナーさんからメールが来てるので、嬉しい。読んでもらおうかな。嘘、いきなり一番ね。急な振りだね。じゃあ、これ読んで。わかりました。はい。いきますマモラジオネーム、器用貧乏さんです。あ、皆さん、はじめまして。このラジオに出るのは、はじめましてだと思うんですけど、あと、林原さんから分離しました、めぐっちと申します。めぐっちになっちゃった。マモちゃん、めぐ様、マモバは、マモバはみんな元気かな？あ、めぐっちはみんなのことが大好きなの。いらない、いらない、マモさんのステージもいつも見に行ってるよ。ほんと？今回は、めぐ様がゲストということで、あ、めぐ様がゲスト、めぐ様がよかった、ごめんね。めちゃめちゃ嬉しいです。めぐ様の、マモちゃん、めぐ様の、マモちゃんや、マモちゃんの CD のコメントがいつも素晴らしくて、そう、めぐさんね。たまにあの人いいこと言いますよね。頭が下がります。いいんです。あげちゃって、あげちゃって、ゴンゴン。いつもめぐ様すごいと思いながら感動して涙を流しています。嘘だ。涙は大事な時に取っておけ。めぐ様のトークスキルの高さとても尊敬しています。何かコツはあるんでしょうか？あ、マモさんもめぐさんにトークのコツ聞いてたことありましたね。私は口下手で緊張しいなので、ぜひとも知りたいです。すす。めぐっちゃどうなの？全然喋れない。緊張しちゃって。嘘つけバカ野郎。なんでですか？もう今だってマモさんを目の前にしちゃってドキドキです。全然マモさんのこと見てくんないじゃないですか。恥ずかしいんですよ。ママさんの目に見つめられたら、めぐっちキューってなっちゃうから。これはできてもね。だから、あ、何かコツあるんですかって、質問ですよ。本当はめぐさんに聞きたかったんですよ。トークの、トークスキル。私も追い出されるんですか？さようなら。何でしょうか？帰ってきた。
言っちゃった言っちゃった。体痛いのこれ。なんで出しちゃったの。だって嫁って言うからなんかアシスタントになんなきゃって思ったら、この状態でサンハラガンガン宣伝してた私が急に無理だったんだもんアシスタント。しかもあの女呼ぶしかなかったのよ。出した内容がこれっていう。コツってあんたさ。でもね今ので、うん、あの器用貧乏さんは、うん、コツが分かったと思いますよ。何がでしょうか。キャラを下ろす。そんなこと普通の人にできるわけないでしょ。私たちはそれなりわいにして生きてるからいいけどさ。やってごらん。でも器用貧乏で器用なところきっと持ってますよ。そう。そっか。ぜひね、試してごらん。私は口下手な、私じゃないっていうね。そうそうそう。そうそうそう。すごい、いい聞かせ。ぐいぐい言っちゃう。やってみようよ、それ。ね、そのキャラを自分で、うん。でも意外とね、裏設定細かく作んないと、どん詰まりになるから気をつけて。自分で。行き場所なくしちゃって。作ってはいいけど、泳いじゃって泳いじゃって。わかる。わかる。ね、あるある。よくある。みーちゃんからいただきました。はい、マモ、メグさん。うん、こんばん、マモ。またしてもメグさんがゲスト嬉しいです。ありがとう。またしても。この間ニュースになった、うん、メグさんが椎名林檎さんから。あ、そうそう。楽曲提供の件。うん。椎名林檎さんとメグさんファンの私にとってもう信じられないほど震える大事件でした。嬉しい。メグさんが椎名林檎さんの曲をどんな風に歌い上げるのか期待しかないです。早く公開される日を楽しみに待っています。ありがとうございます。これも僕もニュースで見て、びっくりしたけど、うん、ドンってこのキービジュアルっていうか、あのお二人の、ドンドンって並んでる姿を見て、ぴったりと思っちゃって。ね、あの写真いいよね。自分で言うのもなんだけど。あ、これはありと思っちゃって。うん。でもさっきさ、このサンハーラのことを、なんつうセクシーって言ってくれたでしょ。はい。超えたよ。エロい。あ、セクシー超えた。もうエロい。エロい。こっちは。落語真珠。へぇもう楽曲自体がエロいの？注文が。リンゴちゃんの。あらまあ。うん。ディレクションが。全部。フルプロデュース。うん。なんか、そういうふうなに思ってなかったんだけど、うん、ご本人もやりたいって、で、おっしゃってくれた。行ったらいらっしゃって、ああなんて言いながら、よろしくって初対面なんだけど、じゃあ一発ボン歌ってみたら、実はこうでこうでって、私がこの曲を作った経緯をお話ししてくれてからの、まあ、二人のやりとりが偉い。メス同士はやばいね。やばいね。もうなんか遠慮がない。遠慮を知らない。女子校の、女子校が大人になるとこう言っちゃうのかなっていうぐらいの。その様子は見ることはできないんですもんね。うん、聞けるよ。まあね、楽曲で聞けるもんね。その時また来るからね、ここね。絶対井の一番に来るからね。開けといてね。準レギュラーですもんね。ですもの。でももうすぐだよ。うん。またすぐメグさん来てくれるからね。ありがとう。ありがたいね。うん、じゃあ最後。うん。まもなじネーム。わかにゃんからいただきました。はい、マモちゃん、メグさん、マモ版は。マモ版は。突然ですが最近、レディオスマイルでは、マモちゃんが牛乳と一緒にどんな食べ物でもいけるということが話題になっています。え？まあそこはいいんですけど。小学生か。いいけど。そこはいいんですけど、うん、メグさんにもこれとなら何でもいけるっていうものありますかっていう、メグさんの食のね。いや。ごめん、あのね、メグさんの日頃の食じゃないんだけど、うん、あの、この夏にね、うん、またあの、沖縄の方に行ったの。で、そこで、バイキングで、島らっきょうみたいなのが置いてあった。はいはいはい、島の特別な、まあ、美味しいですよね。美味しいのね、島らっきょう。で、まあそこで子供たちがちょっとなんだこれなんだこれみたいなことになりながら、うん、なんだこれ美味しくないって、でもこれと一緒に食べたら美味しいよみたいなことをちょっとやり始めたら、うん、盛り上がっちゃって盛り上がっちゃって、子供たちも。そこにあるなんでも、もうケーキ、バイキングだよ。ケーキに花らっきょう、ポリポリポリむ、合うとか言いながら、ところがさ、びっくりなんだよ。合うんだよ。なんか結局、あの、ラズベリーのチョコケーキだったんだけど、そのラズベリーのチョコの酸っぱさの奥に、甘酢の酸っぱさが後からゴッてやってきて、なんて説明していいかわかんないけど、多分ね、化学記号でやったら合うみたいな、この食事を食べ物で遊ぶなっていう私が、うん、合う甘酢が合う島らっきょうやばいっつって。で、カレーは当然合うでしょ合うでしょで、あとね、なんかこう、北京ダックではないんだよ。北京ダックではない。ちょっと甘く、なんかこう、パリパリってしてある甘だれ系の、なんか鶏の皮みたいなやつに。でもそれは美味しそうって今思っちゃう。思うでしょ鶏の皮パリっていったところに、ちょっと甘いタレが来たところに、酢が攻める。
ポン酢より餃子のタレより合う。それは美味しいです。今頭の中俺美味しいです。島らっきょう無敵。それで次の日もやろうと思ったら、島らっきょうなくなりましたって。私たち食べ過ぎ。いいですね。そこでね、牛乳と一緒にね、食べたい。牛乳やってみようかな。怖いなぁ。どうしよう、あったら。でも、給食だと思えば。そこ？でもさ、ヨーグルトぐらいまで落ちてきたらさ、うん、落ちるっていうか、あげたらさ、うん、合いそうじゃない？もう酸っぱい酸っぱいのなんか。酸っぱい酸っぱいでね。今、ごめん。花らっきょうで考え、いいんだよね。まあいいけど。どっち？どっちが勝者？らっきょうと牛乳を合わせるために一回、ヨーグルトにし てみんの。もうよくわかんなくない？ヨーグルトの中に、ねヨーグルトの中にめっちゃ細かくガーって言うとさ、らっきょうにしたらさ、なんかパリ食、酸っぱ、お通じよしみたいな。合うみたいな。それはちょっと、じゃあ、試してみましょうかね。ここでやろ。じゃあ、次回、その、ラグシーチューで来た時に、ここでやろ。島らっきょうヨーグルトを、うん、覚えてたらやりましょう。うん、それ約束です、ね。約束はしない。はい、破るかもしれないから。わかりました。覚えてたらやる。覚えてたらやりましょう。はい、ありがとうございます。うん、皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。みやのままのレイディアスマイル、もうお別れのお時間でございます。早いです。あーあっという間だね。でもすみませんが、ちょっと私ここで私の告知をさせて。みやのままの番組です。なんならアシスタントしますよ。一つさせていただいても、あのですね、1月から、ええ、あ、来年1月からテレビアニメアジンがスタートするんですけども。あ、見た見た、ポスター。はい、私、うん、主人公の永井圭という役をやらせていただけることになりました。うん、オーディションをいただいてから、うん、僕も原作に触れたんですけども、原作がすごいんですよ。衝撃的で、うん、斬新すぎる設定で、うん、もうあっという間に読み進めてしまって、うん、オーディションの時に絶対この役やりたいって思うぐらい魅力的な大事大事、その主人公で、それがオーディションをこう、そう、数あまたある中から気合い入れて頭一個飛び抜けるには叫びましたよ、オーディションでもう全力で。じゃあ決めていただけてありがたいことに、さすがです。そう、ありがとうございます。そしてその後しばらくして、なんとエンディングテーマも、なぜかやらせていただける運びになっていきまして、そういうでなりまして、で発表されまして、はい、なので私宮野真守がアジンのエンディングテーマを担当させていただけることになりました。いいね、ご縁があったありがたい、なのであの永井圭主人公をやらせていただける観点から、その永井圭の気持ちも踏まえつつ、作品的にこう普遍的な愛を歌えればいいなと思って、なんか大事な人を思う歌が歌えればいいなと思って、楽しみだ、はい、作りましたので、はい、楽しみにしててください。ということで、あのこの番組でですね、皆さんからのメールおはがきをガンガンお待ちしておりますよ。メールアドレスはmamo@joqr.net です。そしておはがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送宮野守のレイディオスマイルまで。お送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならレイディオスマイルのノベルティグッズが当たるからなんです。缶バッジでございます。今週のね、当選者はメグさんにね、選んでもらいたいと思います。どれにしようかな。これ、はーい、マモラジネーム清貧乏さん、おめでとう。ありがとうございますメグッチに侵略されたメールです。そうですね、気軽にトークね、トークスキル ね、はい、上げてこ、そうですね、はい、はい、別人格をね、ぜひね、自分の中に頑張れ頑張ってください、楽しい作業だぞさてさて、メグさん、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。うん、ほんとあっという間すぎて何喋ったか結構覚えてないけど、ね、忘れちゃいけないのはラッキョウね。そうだ、最終的にラッキョウの記憶しかなくて、ね、違う違う、サンハラサンハラ、ぜひ皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。ということで、めぐさん、今日はありがとうございました。以上、宮野守と林原めぐでした。バイバイ。宮野守のレディオスマイル、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。